はい、こんばんは、いきなりチャンネルです。キャ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 はい、今日はですね、まだしらす干しがたっぷり残ってるので傷んでしまうんでね、釜揚げだからこれはね、ちょっとサラダに使います。お、いいです ね。で、今日はねトマトのパスタ、トマトのパスタ、トマトソース。あれ、お米はまたまたもうね、ママさん忘れっぽすぎるよ、本当に。もうダメだ、忘れてばっかりだ。もうギーちゃんまで怒ってる。忘れてばっかりだ、本当。はい、大変、生きていくの、生きていくの大変、うん、あ、これダメだな、傷んでる。ちょっとパス、いや、はい、考える、なんかキウイがあるから。はい、はい、じゃあクッキングスタート。はい、もうすでに先行して仕込みを済ませているところですね。これはベーコンですか。はい、ベーコンと、トマトソースとか言ってるけど、はい、それ入れるだけだから。あ、これですね。あのトマトソース作らないから、はい、特に粗ごしトマト。でもこの紙パックのやつすごい便利だよね。そうなの、捨てるのも便利だし、うん、いいと思います。缶のやつって微妙にね、そう、捨てるのがちょっとね。あ、あとね、はい、缶のね、はい、トマト缶ってあんまりね、あ、そう、言わない。なんかよく言われる。それでね、私買わなくなったの。ああ、まあね、ちょっと缶の方が安いんだけどね、どうしてもね。そう、あと賞味期限と、そう、扱いやすさから言えば缶なんですが、まあうちでは紙パックを使っているということで。やらないと、パパさん、え、パスタ、うん、あ、パスタさんと来た。めっちゃご機嫌だな。歌ってる。はい、ゲちゃん、ソロライブです。そして抜けると止まるっていう。お、そして膨らみ始めた。今はね、ダンシングショーになってますね。歌うんじゃなくて。はい、きゅうりはこれ何切りですか。適当切り適当切りもうなんか良さげな感じがしますね。鉛筆、あー、鉛筆ね。これトマトのやつもいい感じになってきてんじゃないですか、うん、ちょっと見てて。はい、まあ、紙パックだと便利ですね。いや、便利です。捨てるのも、すぐ燃えるゴミに捨てられる、うん、歌ってんな、ギちゃん。ゆきまるソロライブ。あ、静かになった。今回のトマトパスタ、これなんかママさんなりのこだわりというか特徴的な味付けとかあるんですか。ない。ない。まあちょっと批発が入るぐらいですかね。そうだね。あと、ちょっと辛いの入れる。お、はい、ここに先行してチーズがね、入りました。これまた後でかけるんですよね、きっと。そう、ママさんはね、追いチーズが好きですから。そうです。今はたっぷりチーズを絡めて、全体にチーズが馴染んだら最後にパスタと絡めてまた上にかけるという。ひーちゃんすごいな、本当に。やばいな、ちょっとやばいよ。どんだけ興奮してんの、ひーちゃん。そして近づくと止まる。お、なんかできてきてる。シラスだ。シラスとキュウリが入ってる。うん。シラスキュウリだ。見てわかるかい、ギーちゃん。あ、いらないって。押し返された。ママさん、これなんかすごい色になってるよ。なんかすごい色になってる。それはね、はい、チーズ入れたから。いや、もうなんか美味しそうですね、うん、チーズの香りが、ね、もういいね、うん、パスタもね、今もうちょいで出来上がりますね。はい、こちらはラー油ですね。はい、塩とラー油、
塩とラー油とごま油、うん、おそれにしても最近ちょっと冷えてきたじゃないですか。冷えたですね、朝ね、うん、夜も冷えてきたじゃないですか、うん、でもこれ料理をするとやっぱちょっと暖かくなりますね、部屋の中はね。そうね、ガス使うとね、うん、これを夏やってるかと思うとやっぱねクーラーないと厳しかったですよね。わかるでしょ。いや、いつも分かってましたよ、やばいなって。だから僕らほら料理を作った後はアイスを食べに来たじゃないですか冷え切った室内でちょっとこう、あ、なんか激しいな、キイちゃん頭ブンブンしてた。うっ、お、ついにトマトパスタ。チー、あの、チーズ喋れない。はい、まあいいや。結構量多くなってたね。そうだね、想像以上に。そうだね、今日はね、うん、お上品になんて言ってたのにね、さっき。そうそう、なんかカフェで食べる少量タイプで行こうぜって言ってたのに、すっかりなんかママさん料理になってたね。これ潰すよ。え？フライパンで。すいません、危ない。はい、わ、以前ですね、はい、ミートソースのねパスタ、あ、間違えた、え、ミートボールだ、はい、あれすごく好評でしたね。あ、そうですね、初めて食べましたよ、ミートボール。ミートボールパスタか。あ、そう、うん、初めてだったの。いや、食べたことなかったよ。あ、私は作らないからね。いや、お店でとかでも食べたことない。激しいね、りーちゃん。はい、トマトとチーズのパスタ。パスタ、チーズがたっぷり入ってます。はい、そしてシラスとキュウリのキュウちゃんサラダ。キュウちゃんサラダ、はい、はい、パパさんもね、はい、ベーコンがたっぷり乗ってますね、うん、実はニンニクもたっぷりです、はい、あ、いいですねじゃあいただきます。はい、いただきます。はい、チーズたっぷりですか。いっぱい入れたよ。いっぱい入れたからちょっとあのチーズが勝ってるかもしれない。うん入れてます今日はね、玉ねぎ入ってないんですね。うん、いや、これはね、チーズがたっぷり入ってるんでとても美味しい。そう、それはよかった、うん、辛くない。うん、唐辛子入れたんだけど、で、パパさんの口の中に入るようにその真ん中に埋めといたんだけど。自家栽培の、うん、全然辛くないんだけど。え、ほんと、うん、あ、そう。じゃあちょっとキューちゃんサラダもいってみよう。はい、キューちゃん、シラスたっぷり。もう残ってたシラスを全部入れてしまいました。うん、うん、はい色合いはちょっとね、いまいちだけどね。これ何入ってんだっけ。ごま油。ごま油とラー油と塩かな。うん、シンプルだけどなかなかいいんじゃないですか、これは。本当はこれにね、白ごま入れたかったんだけど、あ、うちなんか黒ごましかなかったから。白ごま結構人気ですぐなくなっちゃうんだよね、はい、常備していても。そうなんです。これはいいですよ、あの、ぜひ皆さんに共有してあげましょう。はい、じゃあいただきます、うん、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。降りてる、ギーちゃん、どうでしたか。いや、チーズがね、あの、後から来ますね、お腹いっぱい度合いが。そう、結構ね、うん、今すごいなんか満足感すごいもんパン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 、もうこれ以上食べられません。アイス食べに行こう、ね、あれ、アイス、うん、もういいや、今日はいいんですか。はい、とか言ってね、これ皆さん画面外で、撮影外でね、じゃあ何食べに行くとか言い始めますから。いや、言わない。今日は抹茶かなとか、今日ストロベリーかなとか。いや、甘いものを食べてる時間はない。私にはそんな時間はないと。そう、もう忙しいの。はい、なんかいたずらしてね、ギーちゃん。いたずらはいけませんよ。ちょっとダメ、ギーちゃん。なんか噛んでた。上にいなさい、椅子。はいはい、この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。はい、各種 SNS もやっておりますので、 Twitter、Instagram、TikTok のフォローもよろしくお願いいたします。はい、では次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。